実は映画ファンが見ると結構にやりとするシーンがたくさんあるから、うん、だから本当シネマサロンをご覧いただいている方向けのホラー映画としては非常におすすめ。ここまで工夫するんだったらもうちょっとできたんじゃないかな、いろいろな今までの思いがこの X っていうホラー映画になんかいろいろ込められていて、うん、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は X について語ってまいりたいと思います。早速ですが T さんいかがでしょうか。そうですね、 A24 なのでなんかこう撮り方とかがやっぱりちょっと独特な雰囲気でかっこいいというか良かったなって思って、音楽も70年代ですよね、舞台が、なので良かったですね、うん、なんかでも今週エログロホラーまみれだったんでシネマサロンが確かね、ちょっと薄まっちゃった感はちょっとだけあったんですけど、これ1本だけが突出してる時だったらね、うん、そうなんです、あれだったんで、でもまあ楽しかったです、はい、やっぱりどうしてもね同時期に見たものと比較してみちゃうんでただまあ X は持ってる良さはやっぱりね、うんうん、X として独自にあるので、うん、それは楽しめると思いますし、まあ、おっしゃったように A24 らしさみたいなところも、感じましたかね、まあ、あとはそのネタバレもありで喋るときにちょっといくつか竹内さんに聞いてみたいところもあるので、竹内さんじゃあいかがでしょうか。いや僕もねすごく面白く見たんだけど、うん、こんだけいろいろ何アイデアを出してんだったらもっと効果的に使えたんじゃないかなっていうふうには思うんだよね、うん、せっかくじいさんとばあさんの殺人鬼の話でしょ、うん、いや絶対もっと面白くなったんじゃないの、うん、って思っちゃった部分はあります、うん、でもやっぱりこの主役のねミア・ゴーストとかジェナ・オルテガとかブリタニー・スノーとかすごい頑張って熱演してるし、うん、あと本当に送り手もいろんな工夫は映画の中に入れてるんだよね。そうですね、このいろんな工夫を、まあ、どう見るかっていう楽しさはすごくあって、うん、まあ、僕はさっきも言ったようにもうちょっとここまで工夫するんだったらもうちょっとできたんじゃないかなって思うけれど、うん、いやこの工夫こそがこの映画の面白さだと思う人もいると思うんだよね、うん、そうですね、いうことで、まあ、一見なんか普通のこう B 級なホラー映画のように見えてるとは思うんですけど、でもその映画に映画を作っていく上でいろいろな工夫とかアイデアっていうのをいろいろ出し寄ってね作られてる映画っていうのはすごい随所にそういう描写がある、うん、まあ、設定もそうだしね、うん、そこはもうあの映画ファンは楽しめられると思うので、うん、こういうホラー系の映画とか、まあ、いろいろこの設定とか送り手の企みが好きな映画を見るか、映画を見るのが好きな方々にはおすすめの一本だなと思いました、うん、じゃあここからはネタバレもありで語っていきたいんですが、結構オープニングのところで、うん、まあ、惨劇の後を描いてるじゃないですか。惨劇の後、うん、オープニングで、まあ、前半の部分で、うんうん、警官がいて、うん、その惨劇、あ、うん、要するにあの、現在から大学校に入るってことね。そうです、その関東で、そのすでに事件後のことを書いてるってことを言いたいわけ、ね、まあ、だからこれこういう、あ、わかりますね、うん、それでそれはだからちょっとね、うん、個人的にはですよ、うん、あの若干ネタバレ感があって、あ、それが嫌だった、うん、あのまあそうやって見させられたから、うん、それ以上になんかすごく期待してしまった、そう描くのかなと思ったら、うん、そこはなかったんで、うん、まあでも、あ、多分そういうホラーの怖さを見せたいだけの作品じゃないんだなっていうのは分かったんですけど、うんうんうん、ちょっと怖さも期待してたんで、うん、そこはちょっと薄まっちゃったかなとちょっと思っちゃったんですよね、うん、いかがですか竹内さん、何何そういうとこはあんま気になる、まあ、でもあれも別にこう一つの上等だと思うので、そうか、うん、まあ、要するにその惨劇の後からこれ結構だからそういうその人間の生まれて老いていく、うん、そしてその人間の運命、うん、その人間の儚さ、うん、っていうものを描いてる映画なので、うん、これはだからホラーなんだけど、多分送り手はどっちかとそっちに主眼が置かれてるわけっていうことですよ、ね、なので、うん、その関東もなんでこんなにね浅ましい、こんな人が殺してこうなった、もうねその警官ですら見たこともないような現場で、うん、しかもそのいわゆるそのプロローグの最後がって驚いたところで終わるじゃない、うん、もうだからこんな人間がなんでこんなあの悪行三昧なね、うん、ことができちゃうんだろうっていう、うん、そっからその何英断っていうか、あ、こんなひどいことを
こんな悲劇が起こるのかみたいなね、それがやっぱりこの映画のテーマなんだろうと思うんだよね。そうですね。でそれがやっぱこの映画のその若者と老人の対比を置いてきて、うん、その今までその自分たちが暮らしてきた生活、うん、それから自分の体がやっぱり成り立たなくなってくる不自由さ、もどかしさ、それと一方でキャピキャピワイワイ言っている、うん、そのポルノ映画撮ってる能天気な若者たち、うん、まあ、高校を見ている人たちに何か感じ取ってほしいっていうことを、はい、一応そのホラー映画なんだけど、まあ、一応それ前面に押し出してると、ね、いうのがまあ映画のポイントなのかなと思うんで、一つあるのはやっぱり、主演のミア・ゴスがつまんなくってね、裸にオーバーオールしただけで表出てってさ、うん、それ脱いで、川で泳いでるとなんかあのなんとかワニがなんとかアリゲーターがねやってきてパクっていう寸前で助かるじゃない。しかも本人は全く知らない、うん、あれを多分やりたい映画なんだろうなとはすごく思うんだよね。でも僕だからこそ完全ネタバレですけど、うん、最後は殺すべきだと思うんだよね。あのワニに助かっても人間に殺されるっていう風な、うん、まああのさ、ワニにあんな食われないっていうのはその神が彼女を一応助けてるっていう風に見てる人もいると思うんだけど、僕はやっぱ人生は皮肉だから、ワニに助かった次の日に人間に無残に殺される方が、この映画のテーマ性は僕は描いてることになるんじゃないかと思うので、だから逆に泳がすのをジェナ・オルテガにするとかね、それでジェナ・オルテガがその泳いでワニに助かるんだけど次の日無残に殺されるとか、その方が良かったんじゃないかなと僕は思うんだよね。これミア・ゴス演じるマキシンが助かっちゃうのは、うん、次回作への布石とかもあるんですか？あるんでしょうね。これ3部作らしいんだよね、うん、で2部作目はねもう撮り終えてる。2部作目はしかも過去じゃない、うん、60年前の話だよね、うんうん、しかもだからそこがもう一つあるのは、やっぱあのおばあさん役をさ、この人がやってるんですよ。ミヤゴスがやってるって、ね、だから僕最初はミヤゴスじゃなくて若い女がただやってるにしか思ってなかったんだけど、うん、もうそこがまず嫌だったよね。やりすぎ？いやそうじゃなくて若いのが分かっちゃうから。ああそう、もう見た瞬間っていうか、ちょっと見てるともう あこいつ若いなって思っちゃう。本物じゃない感が出ちゃう、うん、だからジジイはそれなりにジジイなのに、うん、ババアが全然若いわけよ、うん、見てると、うん、もうそれはね見てれば分かっちゃうのよ、うん、で見てるうちにあこれミヤゴスだって分かるんだけど、うん、多分分かんない人も相当いると思うんだけどね、うん、でもあのなんか若さがなちょっと僕には、うん、そのこの映画の一応見せたいというふうに見せているそのテーマとちょっと相反するような気がするんだよな。なるほどね、うん、だけどあの随所随所にかまあなんかおしゃれっていうか、うん、センスのいいところはありますよね。あるある、あの、うん、もうアイデアと工夫は、うん、とにかくいっぱいあって、うん、あの普通のホラーは、うん、どっちかというとあのその何、訴求力を、うん、その主人公たちが殺されるのかとかどうなるのかみたいなところにこう行くんだけど、うん、この映画ってやっぱりこうなんだろう、全てを象徴的に描いてて、うん、もう本当にこう神の目視点で送り手が、うん、箱庭の中のホラー映画を作ってる、うん、そういう体なんだよね、うん、だからもう本当神の視点なのよこの手が、うんうんうん、だからワニに殺させなかったり、うん、いろいろなこうはあのなんていうの、企みをしてるんだよ、はいはい、これはね結構やっぱ見てて面白かったですね。そうですね、うん、だからあの最初のねトレーラーハウスみたいなあのこっから出てくるところの絵もね、うんうん、そのこの女優さんがワニに食われかけてるみたいなね、うん、この辺が象徴だったり、この辺もなんか当時の雰囲気がよく出てたり、あとオープニングでビスタかなと思ったらそこからブワッとドアが開いてたりとか、うんうんうん、その辺がっていうかあれ画角だと思ったら画角じゃなかったんだよね。あちなみにスタンダードですかね。あ、失礼、うん、スタンダードかと思いきや、うん、開くとね、あ違うんだみたいな、まあ、開くとっていうよりもそのスタンダードの画角のように見せて、うん、これが画角じゃなかったっていうのが面白かったよね。面白かったね、うん、あ映画的な映画を見せてもらえるんだなっていう、うん、こっから広がりますよっていうね、はい、だからあれはだからスタンダードからビスタ、ビスタからスコープになっていく、うん、その時代感っていうのもだから表してんだと思うんだけどね、うん、レベッカって映画見てます？あレベッカ見レベッカのねオープニングシーンがすごいんですよ、うん、カメラの入り方が。これはヒッチコックが多分相当考えて作ったと思うんだけど、はい、なんかそれをやっぱりちょっと思わせるオープニングだったなと思いましたね、うんうん、だから監督の、まあ、映画に対する愛に溢れてるなっていう、だから
ポルノ映画を撮ってる体なんだけど、うん、その、ね、カメラマンが実はゴダールに心酔してるとかね。カメラマンじゃない、監督だよ。え、監督だよ。 RJ がゴダールに心酔してるって。監督じゃん。え、カメラでしょ。あ、プロデューサー、いや監督兼カメラマンか。うん、そうだよ。そうかそうか、ごめんなさい。監督なのよ、彼。あ、そうなのか。カメラ、彼が監督兼カメラか。うん、彼が要するに映画撮りたがってるから、そのマーティン・ヘンダーソンがお金出してポルノだったら撮らせてやるよって言って、もう喜んでやってるわけ、うん、RG で。彼女が誰だっけ、うん、あのボビー・リンかな、うん、ブリッタニー・スノーさん演じる、こう、うん、上から撮った方がもっといいしか、はいはい、っていうか、何、ガソリンの注入口をからその上がってきさせるからね、うんうん、その挿入してるように見えますよって言った。あの辺がちょっとなんか確かにゴダールっぽいっていうか、なんか面白いよね。まあ、さっき言ってた、だからその CM に世紀のね、そのイメージを入れるみたいな、昔あったんですよ。なんて言うんだっけな、ちょっと覚えてないんだけど、そういうさ、いろいろな昔からのいろいろなその工夫、うん、みたいなものも取り込んでんだよね、うんうん、でもちろんその RJ はそのゴダールを代表するようなヨーロッパの前衛映画だ、ベルイマンとかも多分含んでると思うんだけど、はい、そっちに傾倒してんだよね、うんうん、だからこれ実は映画ファンが見ると結構にやりとするシーンがたくさんあるから、うんうん、そういう工夫とか企みとかをいっぱいやってるんだよ、うんうん、だから本当シネマサロンをご覧いただいてる方向けのホラー映画としては非常におすすめだなと思いますよね。だからそれが中途半端なように見えてしまうんだよな僕にはと思うんだよね。突き抜けてない、いや、つうかもっとできると思うんだよな、うん、だからそのワニのシーンもそうだけど、うん、それだったら殺しちゃった方が絶対面白いと思うんだけどね、僕はね、ワニに助かった後、ね、女がね、だから別にあれは見殺しじゃなくてジェナオルテが泳がしときゃよかったんじゃないかと思うんだよ、ね、でも逆に言うと送り手は見殺しが最後まで死なないのはあそこで暗示したいんだと思うんだけどね。そうでしょうね、うん、だから俺竹内さんにその独演の話をちょっと先週聞いたじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱり誰か死なないのかなと思う、ね、でもこれ間違いなく見起こすだわってやっぱ思っちゃうからね、うんうん、うん、まあでもそうなるよね。まあでもだから次どうするんでしょうか。まあ次はだからあれだよ、元に戻る、ね、60年前に戻って、うん、このおばあさん、ね、おばあさんを見起こすが演じて、だから見起こすなんだけどね、おばあさんをやってんのがさ、うん、だからちょっとそれって理に落ちすぎでしょって僕は思っちゃうんだけどね、うん。でもちょっとおじいちゃんとおばあちゃんの絡みはなかなかにちょっとしんどかったか、うん、しかもそのさ、そのベッドの下にあのマキシーンが隠れてるでしょ、ね、うん、あの時はだからスタンドダブルを使ってんだと思うんだよね、うんうん、あの辺面白いよね、うん、あのなんかダブルの使い方っていうのもボディーダブルっていうんだけどね、うん、ボディーダブルの使い方ってかつてだからそうやっていろいろと使ってたわけなんだけど、それ自体がもうパロディーだと思う、ね、そうですよね、そこが面白いよね、はいはい、でちゃんとだからキャスティングも最後見てるとさ、うん、ダブルって3人ぐらい名前が上がってたと思うんだけど、うん、そのボディーダブルをやってる役者さんね、当然こう2役だから宮本が、うんうん、その辺がまたなんかその映画の楽屋落ちっぽい面白さもあって、うん、こう送り手のこのだからタイウェストって人は多分相当ひねくれた映画ファンだと思うんだけど、うんうん、多分ちょっとなんていうの、自虐もある人なんじゃないかなと僕は勝手に思うんだけど、 そうですね、そういう意味でまたコンプレックスもあったりするんだろうしね、はいはい、でそのなんかいろいろな今までの思いがこの X っていうホラー映画になんかいろいろ込められていて、そこはなんかいろいろと感じ取れて面白かったなと思うんだよね、うんうん、だからやっぱりこういうものを作れるのが A24 の良さなんだろうね。そうだと思う、しかもこういうタイプのホラー映画を企画された時に受け皿としてそれを受けるっていうのがやっぱ面白いなと思う。そうですよね、だって本来的に言ったらやっぱホラー映画としてはちょっと中途半端で不満なんだもん。そうですよね、怖くないから別にってなっちゃうよね、うんうん、なんだけど、うん、この映画ってそこじゃねえんだよな面白さみたいなとこあるじゃない、うん、それがやっぱすごい面白くて、うん、衣装が凝らされてる、うん、そして監督の企みがあって、うん、まあ、もちろん僕も全部は分かんなかったと思うんで、うん、分かる人には分かるね、それぞれのいろいろな表現とか、うん、その辺はやっぱり見ててやっぱ面白いし、うん、映画ファンが見れば見るほど面白いみたいなところあると思うんだよね、うん、
だからあのパンフレットではね、うん、あの結構各シーンのオマージュとかも、うん、まあまあ細かく解説されてる感じはありますね、うん、なんかブギーナイツへの熱いオマージュブギーナイツ、あ、そうか、ポルノ映画だね、そうそうそう、うん、まああとね、誰が見ても悪魔の生贄、まあ、悪魔の生贄はオリジナルでしょ、これ完全にあって、うん、オリジナルっていうかセントラルアイデアに来てる、そうですよね、うん、映画ファンとしても楽しめる、映画ファンの方が楽しめる、ね、うん、T さんはいかがでした？そうですね、なんかこれそのおばあさんたちがこれはそのセックスのことについてその若い子が振りましててこういう感じになってるけど、なんか確かにこの年齢問わず私だったらその20代の頃とか60代の方だったら40代の頃とか、なんか自分が楽しんでた自分の昔の楽しんでた時期とかを羨ましいって思う気持ちは結構おばあさんっていうかそのご老人問わず誰でも思ってるよなとかいうのを途中でちょっと考えたりしながら見てました、うんうんうん、あとそれがほら年老いても消えないところがねなかなかしんどいよね、そう残ってるわけでしょその欲求がそうですね、まあ、あれはだからもちろん欲求もあるんだけど、その今 T さんが言ったようにかつての自分の映画を映画ってその栄え華やか、はい、栄えて華やかだったその中自分のピークの人生を、忘れられない思いとその性欲の一部と重なってるんだよね、ここがだから面白いところだよね、これってもう作る時点で3部作にしようってことなんかそういう企画だったみたいね、なるほど、うん、まあでもそれをね思い切って作れるのはすごい、うん、これ結構エンドロールで帰っちゃった方がいて、でもなんか映り始めたんでエンドロールの後みんななんかあーみたいな感じで戻ってきてすごい立ってるみたいな、いやだからやっぱりこの映画は最後の最後まで立っちゃダメだよね何があるか、でも別にあれは見なくてもね、うんうん、だってほらなんていうの楽屋落ち的な、うん、あの映像とかじゃなくてあれは多分だからどっかでまた見られるもんね、そうですねあれ普通に撮れる、うん、でも全然知らなかった方はびっくりしたですよね、びっくりするよねなんだこれはって、ね、続きあるのみたいな、しかもなんかその実際人の予告編じゃなくて、うん、単にパロディーとしてその描かれてるだけって思う人もいると思う、まあ、確かにそうですね、うん、それは面白いよね、カミングスーンって感じだったので、うんうん、ちょっとそうですよね、うんうん、知らなかった本当にカミングスーンかどうか分かんないからね、そうそうそう知らなかったら、うん、あれ結構面白かったな、まああとやっぱり若い女の人みんな脱いで潔く、あの女優さんみんな綺麗で魅力的でした、ね、まあ、僕はジェナ・オルテガさんが一番好みでしたけど、でも3人とも本当にジェナ・オルテガだけ脱がないのはちょっとどうかなと思いましたけど、ね、でももうブリタニー・スノーとかもバンバン脱いでたしね、すごいなと思って、ジェナ・オルテガちゃん可愛かった、あれは脱ぐ方がやっぱり1970年代感っていうのはあると思うんだよね、なるほど、あそこでもしバストトップ隠してるとちょっとやっぱ今っぽく見えちゃうと思うんだよ ね、だからそういう意味でも、うん、その1970年代っぽく見せる工夫は随所にもされてるんだけど、そこにもそれは僕は感じましたよね、すごく、あといかにもあのジャクソン、そのベトナム戦争帰りの、はい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 、彼がなんかいかにもそのブラックスプロイテーションの主役っぽいね、はいはいはい、黒人で髪型とかも70年代っぽく、はいはい、すごいなんかそれを体現してて、しかもジジイが現場は分かってるってことかバーッとかって打つとこがすんげえ面白かったな、そこはおめえに何が分かる若造みたいなね、あのじいさんのさその若者に対する憎悪、ジャクソンはねやっぱり戦場仲間的なね、うん、お前も俺も戦ってきたんだからって言ってんのにね突き放されちゃうからね、まああれはジジイのだから思いだよね、ジジイのジジイだろう思い、あと多分ジジイが言ったその第一次世界大戦と第二次世界大戦とお前のベトナム戦争と一緒にするなっていうのもあったと思うんでしょうね、だそういうだ屈折した思いっていうのも抱いてるわけだよね、あと美術とかがやっぱりすごい丁寧に作られてるから、うんうんうん、細かくね作り込まれてる、多分だからロケハンして、うん、あの2つを建てられるところっていうのを多分探してきて川もあってね、うん、多分ロケハンとかもちゃんとやってそのロケセット作ってさ、うん、すごい丁寧だよね、うん、そこはね、監督はだからそこはとにかく自分はこだわる方なんだ
ので、うん、あの誰がね100人のうち1人しか気にしなくても、なんかあの去年見たあの黒人がほら白人に反撃する映画、はいはいはい、あんなわけにはいかないよね、やっぱりね、そうそう、あれとなんかすあれをなんか想起してしまったよね今回はちゃんと作り込んでてすごかったよね、まあ、でも映画としてすごいきちんと作られてるのは伝わりましたね、うん、だからちゃんとそのタイウエストがやりたいね、なんか世界観とそのテーマというかメッセージと、そのやっぱりそれを受けて A24 スタジオがねきちんと受け止めてプロデュースして、ちゃんとだからまあこれ3部作までやるのかどうか知りませんけれど、なんだろうな、やっぱりこう企画者とそれをやっぱ一緒にこう開発していくそのスタジオのなんか両方の思いっていうのがちゃんと一作に結実してる感じっていうのは見ていて気持ちよかったですよね、見ててね、うん、個人的にはちょっとそのうわっていう警官うわって言ったところもちょっと見たかったな、でも悪いじゃん、いやまあそうなんですけど、うん、そんなひどいってまたさ普通にホラー映画として見ちゃうとまあまあ普通だよね、うん、悪魔の生贄は最初に見たから衝撃は結構ありましたけど、ね、悪魔の生贄やっぱあのトーンというか世界観がね、そうそう、やっぱり見事で、まがまがしいよね、いやまがまがしいんだけどすごいコミカルで笑えるじゃない、うんうん、そうそう、あのだから笑えて残虐っていうのがすごいその作品の世界観として、そうそう、このフックにバンってかけるからね、うん、通底しててうわっ、やっぱあの世界観の見事さは初めて見た時にはショックだった、ショックだよね、うん、まあ今となってはね、いろんな作品にオマージュで、いやそんだけ名作だからね、引用されてますから、ね、しかも最後の最後までさあ、これ全部ネタバレになっちゃうから言えないけど、うん、最後の最後までそういうその残虐な中にコミカル、コミカルで残虐っていうね、うん、その人間の持っている悲劇が喜劇、悲劇が悲劇っていうね、それはやっぱり最後の最後までね、やっぱりやってた、ね、別にその話をするあれじゃないんだけどね、まあ、X は多分そういうね、過去のやっぱりホラーとかの名作をちゃんとやっぱタイウエストがなんかやっぱこれも国費につながるものはあるよね、うん、国費はただゴアシーンやりたいだけってのはあるけど、うん、やっぱこの監督はそういうその人間の持っているこうアイロニーみたいなね、うん、それを多分世界観として表現したい監督なんだろうなっていうのをすごい感じるよね、うんうん、まあ、タイトルはシンプルに X ですが、うん、まあ、これもなんか変えようはないような気持ち、ね、多分これさ次の作品は Y なんだろう、あで3部作目は Z なんじゃない、うん、まあ X レイテッドとかいろいろ引っ掛けてるところはあるんでしょうけどね、うんうん、だからもうその2作目の続編のタイトルが楽しみだよね、うん、これそうですね、うん、なんかパールっていう説もあったような気がする、パールっていうの書いてあるよもうすでに、うん、おばあさんのことでしょ、おばあさんのだから名前だよね、うんうん、本当にそのまま行くのか違うタイトルになるのか、うん、まあですね、はい、その辺も、まあ、次の作品、まあ、3本ひょっとして撮ったらできてんのかね、パワー、いやーどうなんでしょう、ね、でもあんだけだってショットがあるってことは、うん、収録は終わってんじゃないですか、少なくとも収録じゃない、撮影ね、撮影ねテレビじゃないからね、撮影ね、映画だから撮影です、撮影はもう編集まで終わってるかどうかは分かりませんが、うん、っていう感じですね、はい、いや、なかなか興味深く面白いけど、うん、もうちょっと頑張ってほしかったなっていう気もするという、うん、いや期待を込めてだけどね、うん、だからそこまですごい怖いっていう感じ、いや怖いとかじゃなくてその映画として、うん、怖いとかそういうのはねもともとだからホラーじゃないから、うん、実はですよね、うん、ホラーなんだけど、うん、ホラーの手で作ってるけどやりたいことは別にホラー映画じゃないので、うん、まあホラー映画なんだけど何を言ってるのかよく分かりませんけれど、竹内さんも珍しく何言ってるか分かんなくて、それは佐藤さんが映ったんでしょうなるほどね、いやちゃんと言いたいことは言ってんだよ、はい、僕は大体、はい、見てる方は佐藤さん以外は分かってもらえてる、そうですか、うん、ちなみにあのパンフレットはなんかここら辺カットが凝ってますけどね、凝ってるね、かわいいですね、それなんか懐かしいな、これはこれでお金かかるんだよね、カットする、僕もほらスクリームとかブレアウッチプロジェクトとかいっぱいいろいろ作ってきたんで、ね、ここのね紙と中の紙が違いますからね、うん、外側だけまた別にスクリームの時もお金かけてエンボスとかかけちゃったしな、ね、血のりをかけすぎだって言われませんでした、言われた、でも見つかんない限り怒られないから、そっか、俺上司ほらあ言ってたないなかった、 S さんですよ、 S さんしかいなかったから、 S さんに見つかっ分かっ
だから S さんほら見ても分かんないところがあるから、分かんない時はなんかこれ以上喋るといろいろボロが出そうなんで、はい、ということで本日は X について語ってみました。いや面白かったです、はい、いいねボタンやコメント等いただけると嬉しいです、うん、どうもありがとうございました。